次 B リーグが4号さんとアウさん、さあ勝った方が決勝向けです。さあ、さあどっちが勝つか。開幕、あれ？メッキーメッコなし。これはガチな流れ。さあ、開幕からまだメヒコの声は一言も聞こえていません。さあ、いつメヒコをするのか。さあ、お互いまあまあ、もうあれもうこれガチじゃない、ガチってるね。もうまあまあガチいいんじゃない。さあ、勝った方が決勝に行くのでもう必死になっておりますが、さあ、今のところリードしてるのはアウさんですね。アウさんのさあ投げも通った。さあ、今田アウさんはノーダメージ、そして4号さんはもう半分減ったところ、なかなか苦しい展開になってきた。さあ、プロペラも通った。さあ、残りこうなると風船の灯火か。あ、しかし投げが通った。さあ、こっからの決めタイムだけで殺せるぞフォルテは。あーっと、しかし投げが返されて、さあ光ってるけどもスライディングで位置が変わるので確定しませんということで、これはちょっと全てにおいてちょっと埋まる、埋まる。お、ワンマン、ワンマン、ワンマン来た。さあ、お、来た。あー、痛恨のミス。いやいや、いや、対戦中、4号さん、そう、うなだれる、A みたいになっとるけど、対戦中だからね。じゃあ、お互い、ちょっと、まあ、ちょっとね、PA が失敗しましたが、まあ、でもやりたいことはよくわかった、伝わってきた。さあ、そして対戦の方は、今のところちょっとリード、あ、でも5分ですね。いやー、さあここから、さあ、もうプロペラ通った。さあ、これでアウさんの反撃のろしが上がるか。さあ、スライディングをジャックワカモには投げが通ってしまうのですよね。さあ、とまた通ったが、さあ追撃はなかったので、さあ、おーっと、セミからのダイパーいけそうだったが、しかし投げられてしまう。さあ、これで一気に体力が、まあいい勝負になってきた。これはお互い先に殴った方が勝つような感じになってくるか。さあ、お互い形勢ちょろちょろカサカサ。さあ、走ってさあ、走って、そう、落ちた。さあ、スライディングから、あーっと、プロペラで捕まってしまう。逆に攻守交代して、アウさんの飛び込みが一発入ったら追撃ならず。あー、しかしプレスを対空プロペラ、ワンモアステー、これ来た。4号さん、これ勝った。さあ、ラストチャンス。さあ、いけるぞ。うわい、こう、そして、なんだ今のは。なんかもう申し訳なさそうな PA が見えたな。さあ、まあちょっとね、もう、まあやりたいことは伝わってきたんで、まあまあもう、他の人がやってくれるでしょう。さあ、あーっと、投げが通って、さあ、スライディングも通った。スライディングはこの、あ、ガヤされて、さあ、落ち攻め、しかし続かない。さあ、このね、フォルテはね、落ち攻め終わった瞬間にとりあえずね、ガン逃げするっていう、なんかこう、一回そこでね、めっちゃおとなしくなるのよね。そのあたりがちょっとね、面白いところです。さあ、そう、あのスラをね、攻められた時とかは、前捨てとかした方が実は安全なんでね。なんでかっていうと、プロペラとかプレスが目標地点に来るので、前に行くと崩れるんですよね。まあそんな解説中に、オースラからのギガバスター、これはうまい。さあ、この辺が青さんが、本当にやり慣れてるところの感じが見えましたね。さあ青さんが高々と指を立ち上げ、ギガバスター。というわけで B リーグは青さんが決勝トーナメントですね。おめでとうございます。で、次は伊織くん対アバネロ社長で、あ、アバネロ社長と伊織くんでお願いします。はい、C リーグの伊織くん対アバネロ社長戦い。さあ、もう開幕深手リオメヒコ、もうこれ基本ですね。さあ、とりあえず今ガンガン攻めるのは伊織くん、アバネロ社長の体力が約3分の1ほどですね、減ったところですが、さあ、ここから
さあスライディング壊されて、さあ、さあ大パン大パン大パン、あーっと危ない、今のはちょっと冷や汗をかいた伊織くん。さあしかしまあちょっとな、助かったのは助かりましたが残りわずかの体力、これはなかなか苦しい、あーと何か分からんけどセビを当たってしまった。そして追撃のセビさあ横の横から裏切りましょうという言葉が聞こえたさあ何な、なんだ今ゲイシャメン裏切りのさあプロペラ通って、さあもう一回プロペラ通る、さあここから落ちる時間このまま押し切る、さあ見せ蹴りは若者で拒否って、さあ焦がした不満だ、さあ見せ、あーしかし追撃できない、さあどっちがどっちが先に転ばす、どっちが先に転ばす、おさっきこけたのは天野社長、しかし耐える、さあお互い早すぎてわけわからんぞ、しかし終始押してるのはヨリ君、うまいうまい、なんという反応だ。そしてこれはさすがに確定しませんよね。そして落ち着いてコパンこすってイオリ君がまず取るぞ、そして先ほどのお前やってんじゃねえぞという下に殴り2段さあガテリーよ宮山彦力、ちょっと裏切ったけど結局躊躇したあーもったいない今のセビはもったいなかった。さあしかしまあこれでもまだまだ、おっとこれはうまい山田社長、さあこれはあー強やばい、伊織くんの体力がどん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 減っていく、フォルテ対フォルテというのも効果力なのであっという間に試合決着のよくあることですか。さあプロペラが痛い、さあ残り体力あと2回ぐらいプロペラが痛い死んじゃうよ、うわーベスト取った、さあスライムは拒否って、しかしだいぶ苦しい展開になってきた。さあ伊織くんわざわざ東京から遠征してきましたが、ここでまさか救い出てしまうのか、おっとプロペラはちょっと早すぎて、さあしかしだいぶ体力が落ち着いた、さあこれで投げが通った、さあこれで一気に落ち着いたぞ、あーっと赤ボールが出てしまう、しかしまだ分からない、しかし苦しい、あーそして中足ループで押し切ったのは天野社長。さあこれで天野社長が、決勝リーグですね、おめでとうございます。はい、私の番です。4号が、決勝リーグ、実況させてもらいます。あーもうなんであんなに失敗するかな。俺と青さんで、青さん、まずは、在宅社長と青さん、社長と青さん、青さん、青さん試合っすよ、青さん、青さん、はい、今から今から打ち合わせですかさあ戦いは、ボタンを押す前から始まっている、カードを指す前から始まっている。ああ予選リーグを勝ち抜いてきたこの3人、さあ誰が頂点を取るのか、まずは1回戦住宅社長対、青さん、どうなのか、あれ青さんケサディアポルと水玉をごまかしにいきなり裏切りに行った、必要なサイリーから5番でピョってセビさんから、はいはいとプレスに行ったがそれは使われる、プレスを、プロペラ取ろうとするがそれは失敗、すみません、つなげて中段で潰して若者俺はと掴めます、はいと走ったところに、プロペラ、入れ込んでプロペラ構えるがバックスへ透かしからの投げが入って、奥攻めはプロペラは逃げれない、裏切りの力がでかい、一本取ったのは青さん、あよしからリバベヒコー、しかし出たのはただの台形、さあ5番でプレス潰してから中段を重ねて5番5番中足と重ねて重ねていってから、ウィルヘルムに取っていく、さあこのプレスベース、プレスとプレベラが飛び交う、まあ、プレスの隙にプレベラを決めて奥攻めのターン、マイス3回からのスライディング、マイスでからの中段はプレス潰してセービングなしにしまう、さあそれにその隙にプレスを入れて、だがソルティーヤはバックスで返されてしまう、さあスライディング、セービングを出し切るが相手は飛んでいる、
ゴーバックしてしまった0-2で社長が負けてしまう青さんが2号選手それではね、次の試合いたしましょうかね社長連戦うん0-2社長0次はね、社長対決となりますケース住宅社長対アワメロ社長と社長対決です。対決する前に開口一番なんかしますおかしいなこのゲームさあ打ち合わせが戦う前から打ち合わせが始まっている。しかしこの打ち合わせは